はい、続きましてですね、関西学院フリークラブの登場でございますですね。あ、正しくは不安性学院でございますですね。不安性学院フリークラブでございます。はい、あ、結構入場に時間がかかるということは人が多いということですね。あとでちょっとインタビューでも伺ってみたいなと思うんですけれども、実は関西学院グリーンクラブはですね、前年なんかの人数が増えていっておりまして、今年もどうも新入生いっぱい入ったらしいというようなことをさっき裏でお聞きしました。後であの、あ、いや、大丈夫ですか？大丈夫ですね。はい、あの、松葉ですね。ありがとうございます。あの、曲目でございますが、関西学院校歌、空の翼、これはいいですね。私もあの、ぜひ歌いたい歌でございますけども、残念ながら私は校舎フリークラブでございますので歌うことが叶いませんかって言って、2曲目は時代で、3曲目ですね、こちらの方が、少し新しく入った1年生も交えてですね、ルパン三世のテーマを演奏したいと思います。以上、3曲をですね、式木本隆さんで演奏したいと思います。皆さん拍手でお迎えくださいませ。Oh!
すごい1年生がいるからちゃんと
音楽といえば、あの、なんですかね、集団でなんかこう、うわーっという感じがあったんですけど、実際は結構優秀な1年生いっぱいいるということですよね。まあ、もちろんです、それは。はい。ということは、4年生なんてもう、べらぼうにっていうことですよね。あ、もう、分譲かもしれない。なるほど。なんかそういう風な構図があるっていうのは素晴らしいことですね。1年生、4年間かけて1年生からだんだん2年生、3年生、4年生になるに従ってこうだんだんスキルアップしていって4年生最後の、リサイタルがあるんですけど、リサイタルで飾って卒業していくということですね。素晴らしいですね。あのぜひですね、あのこれからも頑張ってください。あの、またあれですか、コンクールには出るんですか？そうですね、関西に合唱コンクール。ということは、また狙いに行くわけですね。もちろんです。全国狙いに行きます。皆さん、拍手でお願いします。ありがとうございました。それでは、関西学院グリークラブの皆さんでございました。ありがとうございました。では、もうちょっと待ってくださいね。指揮者の方が退場してからの方が難しいですね。これが関西学院流でございます。はい、どうぞ。はい、数が多いですね。あの素晴らしいことでございます。いや、あの横から見てたんですけれども、本当に、ね、4月、今日19日で4月1日が入学式とするならば、こんな顔とこんな口をして歌ってるわけがないぜっていう1年生が結構いましたんで、相当なんかあの上手い人いるんだろうなと思いながら横から見てました。もうすごい